2月になりました。相場解説を行います。現在時間はですね、4時35分ということで、かなり朝早くなっておりますけども、最初はね、講義からお届けしましょうか。まずね、月が変わった時は月足を見ましょう。週が変わった時は週足を見ましょう。日が変わった時は日足を見るんですよ。そして4時間ごとに4時間足を見る。1時間ごとに1時間軸を見る。まあこういうふうな形で、変わり目には必ずね、変わったタイミングを見るのがいいかなと思います。そしてもう一つなんですけども、高い時間軸から小さな時間軸に視線を移していくっていうことですね。マルチフレーム分析って言いますけども、一つの時間軸ばかりを見るんではなくて、より大きな時間軸から捉えていくと全体像がわかりやすいと思います。今日はこの2点を踏まえてですね、お送りしたいと思います。まずは1月から2月に変わったので、月足を見る1ヶ月に1回の機会になっておりますんで、そちらの方からご覧ください。それではね、画面を移していきますね。いや、ほんと1月は儲かりましたね。こちらです。はい、じゃあ月足なんですけども、月足は、右肩上がりか、右肩下がりか、それとも横ばいか、いずれだと思います。月足はですね、ここから始まって、今のところここなんで、まあ、上昇傾向と言っていいでしょう。すごく大雑把に言ったらですよ。限定的にここだけを見ると、もちろん右肩上がりになりますし、ここだけ見ると横ばいと言えるかもしれません。まあ、ただ、右肩下がりっていう判断にはならないんですよね。はい。月足は上の方に行きますんで、月で決済してる方は買いを入れればいいってことになります。まあ月間決済ってあんまり FX ではないですけどもね。今日エントリーして1ヶ月後に決済でしょ。なかなかないですね。はい、じゃあ次週足を見ていきますね。週足はこれまた右肩上がりだと思います。まずこっから始まってここで終わってるわけですから、まあどっから切り取っても右肩上がりですよね。まあですんで週足は買いで見ればよろしいかなというところでございますね。この補助線がだいぶ集中してますよね、はい、次日足ですね。まあ日足は日々見ている方が多いと思います。はい、日足も文句なしの右肩上がりです。この辺から始まったローソク足がここで終わってますから、あとはね、限定的に見るならここで横ばいを感じることができると思いますけどね。日足は買いで入れてください。だから買いでいくってことは、ちょっと今ね、下の方に行ってますけども、押し目を作って、ここをぶち抜くようなね、高値の切り上げを見せてくれるんではないかなっていうふうに期待するわけなんですよ。で、4時間を見ていきます。4時間になってくるとだいぶ変わってきますよ。4時間はほら、ここから始まって、ここで終わってるでしょ。だから、右肩下がりと言えるんですよ。ただ、ダブルボトムを作って急上昇してきたところなんで、一旦押し目を作って、例えばね、114732のポイントから反転していくってことは十分考えられます。もしかしたら114519かもしれませんね。ここかもしれないですね。ここかもしれないかなと。いろんな防衛ラインがありますけども、トリプルボトムを引いての急激な上昇、これも見とかなくてはいけません。今のところはだから4時間は右肩下がりになってると考えればいいと思います。それでは1時間です。1時間はね、ちょっと訳ありなんですよ。これね、下って書いてるでしょ ?1 時間。下。でも全体的に見るとこれは右肩上がりなんですよ。で、限定的に見ると横ばいなんですよね。こういう風な複雑な要素が絡み合ってますけども、なんでね、一見右肩上がりに見えるこの1時間軸を私はこうやってアスタリクスクをね、ここに用いて下にしてるかっていうとね、ここがすごく肝心な解釈です。ここは私の解釈になりますけども、あの、これが押し目ならここで止まってるはずなんですよ。で、こういうふうに上がっていく予兆を見せてますけども、本来ならね、ここを突き破りましたからね。突き破ると今度の抵抗体はこのポイントになります。114円の732。だから1時間で行くなら、そこまでは下落かなと思ってるんですよね。長い目で見ると上昇に行くと思いますけども、そうなると1時間じゃなくて4時間の理屈になっちゃうんですよ。まあですんで1時間で取引する場合は、
ここからはセルで入るのが正解かなというのが結論になります。じゃあ今日2月1日火曜日ですから、セルに入るんですかってこと聞かれそうですけども、いや、ここからセルには入らないですね。ここを突き破った瞬間ならセルはあったんですけども、今はこの115円の200っていうねところと110円の4732のちょうど半分ぐらいのところ来てますんで、こっからはセルに入るにしても倍に入るにしてもちょっとねリスクがあるんですよ、手数料の関係で。ですんでここに達するまでは私様子見ですね。これが私の解釈になります。はい、覚えておいていただきたいのは、時間軸をそれぞれね高い順に見て、全部が買い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 なら買いでエントリーすればいいと思います。ただ今回みたいに4時間がね売りに入ってる場合は、私たちは1時間でエントリーするときに非常に迷うんですよ。大きな時間軸は右肩上がりなのに、4時間というね1時間に一番近い軸がこれ売りに入ってますから、1時間でエントリーする場合、例えばね4時間後の決済では損を被る可能性があります。また8時間後の決済でもマイナスになる可能性があります。4時間に引っ張られますからね。でも長い時間をかけると、これは4時間も1時間も上昇に向かうっていう判断ができます。強い時間軸にはやっぱり逆らえないですからね。反面、小さな時間軸が大きな時間軸を引っ張っていくこともありますので、今回はそれに当たると思いますんで要警戒です。私は結局これはね円安の方に行くと思いますけども、今週中に行くかどうかってことになってくるとなかなかね自信がないですね。ただ今月中はどうかっていうと、今月中は116円とか117円、場合によっては118円の方に行ってしまうんではないかなと思います。全体的な方針としては買いなんですけども、1時間に関しましては今日は結論が出ません。ですんで様子見になります。1月しっかり稼げましたんでね、余裕を持って2月は様子を見ていこうと思います。はい、じゃあ以上ですね。ありがとうございました。